はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはですね、ライカの非常に人気の高いレンジファインダー用の、標準レンズになっております。ルミルックスの、50mm。こちらは第2世代のモデルですね。はい。ご覧の通り、はい、ルミルックスですね。はい。50mm。F 値が1.4 ですね。シリアルが2625108ですので、1965年のドイツ製ルミルックス 50mm ということになっておりますね。はい。この1個前のモデルがですね、シルバーの、共同で非常に美しい見た目からですね、貴婦人の異名を取るレンズだったわけですけれども、これの2代目というですね、セカンドモデルになっていますね。はい。非常に写りも定評あり、私も大好きなレンズです。ルミルックス 50mm、ぜひチェックしてください。では、外観から見ていきたいと思います。外観ですけれども、とても綺麗な状態をキープしていると思います。通常こういうですね、ローレットの角の部分とかが、綺麗な状態でもこう、摩耗しちゃってたりするもんなんですけれども、この個体はですね、大変綺麗な状態キープしていると思います。おそらくですね、フィールドで多用したりとか、あまりハードに使われたりとかはですね、せずに、大事にですね、こう保管されてきたようなものと思われます。はい。塗装の劣化とかですね、こう、落として歪んだり、ぶつけたり、擦ったりした形跡は全く見当たらないですね。マウント部分も綺麗です。マウントはもちろん、ライカ M マウントですね。はい。わずかにですね、このフードをですね、取り付けたり、脱着した時のこのペイントのすれが多少見られる程度ですね。あとは大変綺麗です。はい。レンズも前玉、後玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗など、全く見えない、非常に綺麗な状態キープしてます。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、チリ、ホコリの混入も、こう、肉眼で、目視で見ても、全然見えないですね。非常に綺麗な状態キープしてますね。はい。絞りの動きも軽快で滑らかですね。ピントヘリコイドも、はい、いっぱいまで、一定のトルクで滑らかに動いております。グリス切れとかですね、このグリスの固着による動きムラは全く感じられないです。はい。付属品が、こちらのリアキャップと、こちらはですね、ライカ純正ですね、の、はい、フードが付属しております。こう、挟み込み式で、このようにですね、装着していただきます。はい。こんな感じですね。はい。で、このフードを逆さまにですね、こうつけてもらって、この蓋をパチンとはめていただけましたら、フロントキャップになるというですね、コンパクトに、収納していただけるレンズになっております。はい。ということで、非常にですね、状態のいいルミルックスセカンドモデルですね、ですけれども、全体的なですね、分解整備、清掃を改めてですね、末永くお使いいただくために、ご依頼いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、はい、大変人気の高いですね、最近では非常にレアになってきましたですね、レンズになってます。ズミリックスの 50mm、セカンドモデルですね。はい、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。